ジャドーのニョロニョレイディオ。はい、始まりました。ジャドーのニョロニョレイディオ。お相手は春代とツッツの2人でお送りします、はい、このラジオはリスナーの方からいただいたトークテーマをもとに2人でアーダコーダトークする番組となっております。最後までお付き合いくださいませ。はい、さて3月、はい、今日は16日、はい、はい、水曜日、4回目、4週目ですね。4週目ですね。はい、あっという間に4週目ですけれども、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、うん、まあ、メッセージもしかしたら届いてるかもしれないけど、それでもね、ご紹介できる時にしつつ、はい、今日はちょっとジャドーってどうやって曲作ってんの、うん、みたいな。そうですね、もう我々言うて 3.5 枚ぐらいアルバム作ってますからね、うんうん、そうそうそうなんですよね、うん、まあライブの企画は大概私がやってね、うん、まあいろいろこういろんなゲスト呼んだりとかいろいろやってますけども、うん、曲作り、まあなんかまあ言うたら私ら分業制よね。そうやね、うん、まあツッツがこれジャドーにええんちゃうって言って作ってきたり、うん、で、ね、いくらちゃんがこれジャドーにって作ってきたり、うん、まあ私がまあ数少ないけど何曲かもあったりして、うんうん、って感じよね。まあ、そんな感じやね。で、うん、あのゲネプロって言ってね、うん、みんなでスタジオ入って、うん、ああやこうや言うて、ああやこうや言うてね、まあ、ここはもっと、うん、こうした方がいいんちゃう、まあ、多分そういうのってさ、うん、こう聞いてるだけの人って想像つかへんよね、きっとね。そうやね、うん、まあ、バンドによっていろいろなんやろうけどね、まあ、まあ、あるとは思うけど、うん、まあ、その例えばさ、ツッツが一緒にあの別のバンド あのポロロッカリンドやったらさ、うん、あれ全部木村くんが作るんでしょ。まあだからそうやね、うん、まあでもね結構変わるというか、その、うん、彼はバイオリンできひんし、はい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 、アコーディオンもわからへんから、なんかその部分は割と投げてくるかなって感じ。あ、なるほどね、まあ、メインの大まかなメロディーはあるけど、そうそう、ギターとだから歌みたいなデモテープがあって、うん、で、うんうん、で、まあ、それこそもうジャドーも一緒やけど、うん、スタジオに入るって感じだよね。あ、うん、バンドマンのやつな。バンドマンのでも一曲を2時間ぐらいかけて、ああだこうだとほんまにやってる。うーん、なるほど。もうほんまにそのね、ポロロッカリンドの曲もね、またそのうちかけたいなと思いますけれども、はいはい、うん、あの本当にザ・バンドっていう感じ、ね、ザ・バンドやね、もう昭和の、うん、あのいろんな意味でねいろんな意味で、いろんな意味でもザ・バンドやなって思うんですけどね。まあこうなんていうかな、いつまでもそのままでいてほしいっていう感じのね。そうやね、あの、うん、少年のようなそう、ね、気持ちのままですよね。まあだからジャドーは、まあね、ツッツもいくらちゃんも作るし、まあ、私も作るし、うん、まあ、それを持ち寄って、まあ、まあね、作り方は大体一緒ですけど、うん、そうやって練っていくみたいな感じで。でも一回さ、はいはい、いくらちゃん家で3人で集まって、うんうん、ああだこうだってその場で作ったことあったよね。あるね、うん、ざっくりね、うん、デモぐらいまではね、うん、あのリヴァイアさんとか。リヴァイアさん、そうですね。そうよね、うん、あのそこで作ったよね。そうそうそう、いくらちゃんの前の家で。そう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 、ね、そうやね。で、ハリオちゃんが、うん、なんかかっこいい三拍子のやつ作ってってすんごいざっくりとしたいやだってどんなんがいいって言うから二人おったらできるやん確かに、まあ、最終で、ね、めちゃめちゃかっこいいリヴァイアさんっていう曲が、ね、まあ、出来上がったんですけど、うん、あれ元をたどれば、うん、春代ちゃんのなんかかっこいい三拍子のやつがきっかけですけどもう今日はこれリヴァイアさんに聞いてもらうしかないね。もう聞いてもらおう。めちゃめちゃかっこいいねんけどだからさ、作ってる時さ、リヴァイアさんって決まってなくて、なんかその当時流行ってた大王位か、ね、大王位か流行ってた当時ね、カッコ仮大王位かみたいな感じだったよねできたわ、かっこいいのできたわ。そうそうそう、できん、ほらほらできるやんみたいな自分何もしない。私は横であの天ぷら揚げてまかない作っとった、料理ね、作ってたような記憶はあるけどまかない作っとったからいやでもね、あれやっぱ好きやわ、うん、未だに好きよ俺。いや私もめっちゃ好きよ。難しいけど難しいか、そうやな。
あれ何年前よ作ったのね。6年とか7年前やけど、あ、ちゃんと弾けたなって思った2年ぐらい前難しいね。いくらちゃんはさ、多分弦楽器やから、うん、ニコがこういうの得意とか不得意とかっていうの多分分かってると思うんだけど、うん、俺鍵盤やからさ、うん、何でもできちゃう。分からへんのよね。その弦楽器が何ができてできひんのか、どういう奏法が難しいのか分からへんから、とりあえず頭の中にあるメロディーを鍵盤で弾いちゃうからさ、うん、まあ、その辺の不都合はやっぱ出るやろなと思った私それで思い出したけどさ、うん、ジャドーじゃなくて、まあ、木村晴夫名義で一番最初に作った CD がね、はいはいはい、神戸アンプっていうところから出してもらった2個歌や、うん、2個歌、歌謡曲みたいなのをカバーと CD、ね、カバーあるもんね、うん、まあ、それはあれツッツがね、アレンジャーとしては入ってないね。ピアニストとしては入ってんねんけど。そうやったっけ。もうちょっと記憶が。そうやろでその2枚目のニコオタっていう、オタの方ね、そうアニメソングの時はもうツッツが全曲アレンジしてくれてんのよ。やったような気はする、うん、で、うん、その、ニコのフレーズとか、うん、ニコのソロのとことかが、うん、死ぬほど難しいねやんか。これもピアノでしやから弾けるけどみたいな。そう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 。でもまあその当時でもまだ私何年前かな、あれだから10年もっと前やな。ジャドより前やから。そうか、ジャドより前か、うん、そうやね、うん、だからまあ今よりもその技術も低いし、やけど これをこうしてほしいっていう、こう言葉にもできひんわけ。なるほど。うん、なんていうかな、気が弱いとかじゃなくて、どう言えばいいか分からへんっていうか、伝え方がね、そう伝えられへんね、うん、もうもらったらそのまま弾かなあかんのかみたいな。そうそうそう、だからもう必死で弾いてよう弾いたなと思うけど、まあ、うん、かまあね、まあ、あの頃から思ったら成長したけどさでもだからあれじゃない、うん、最近の僕がジャドーに持っていく曲は割とニコに優しい感じになってる。優しい感じになってる、分かってる。俺も成長してんだよニコという楽器が何ができて何ができひんかっていうのがね、そう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 、ちょっと入ってるから。そうやね、うん、あとここの音域が美味しいとかも分かってくれてるから。そうやね、そうやね、そう、バイオリンにできてもニコにできひんとかね、あやっぱあるから ね弦やっぱ半分やからさ、そうそう、なかなかハンデが大きくて。なるほどなるほど。だからまあそう、でもリヴァイアさんもよう弾きましたよあれはもう俺とイクラちゃんがちょっとだんだんもう分かんねん、お互いも、うん、あ、テンション上がってんだって、うん、もうおもろなってんなあ、これもういいもんできるやろ、かっこいいやろみたいな途中から、うんもうキャッキャ言うて作ってるもんね。作ってたね。ね、うん、私のことなんかもう眼中にないもん。いやだからやっぱ共作はあれっきりかな。そうやね。楽しかったね。ああいうのもまたね。またね、できれば、うん、やりたいね。お題をいただいて。いいの？いいの？なんか。いや、まあ、なかなかああいう作り方せ。まあ、確かに神聖やなとは思うわ。天国への階段みたいなやつ作ってみたいね。みたいな、もう名曲にして。名曲ね。うんうん、はい、お願いしました。はい、やりましょう。ああ、まあそういうことで今日はね、うん、そのリヴァイアさんを、はい、はい、聞いていただきたいと思います。どうぞ。どうぞ。
よしのかっこいいやつ、かっこいい曲でしょ、いい転調もしてるし、転調してめちゃかっこいい。だから私もさ、うん、もうなんていうかな、考えたら弾かれへんから、はいはいはい、はい、うん、もう考えたら弾かれへんから何弾いてんのか分からへん自分で弾いてる時の春代は何を考えてんのか分からへんってことね。そう、考えるとあかんねんな、うん、なんかもうただその音楽を奏でるだけ、 なんかもううまく言われへんけど、だから途中からとか弾かれへんねん。あー、なるほどね、うん、そう、あの B メロとか特に、あー、うん、なるほど。あ、でも言いたいこと分かるわ。まあ、その音で覚えてるから。で、私絶対音感なくて相対音感やんか、はい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 、でも相対音感やけども音の幅でしか覚えてなくて、なんか途中からこれキー何かとかも分かってないね。いや、分かる。あれはそれリヴァイアさんの話やな。そう、リヴァイアさんの話。あれは俺もなんか手が運ばれてるって感じ。そうやね、そうやね、うん、うん、そんな感じの曲よね。ね、うん、すごいかっこいいのできた、ほんまなんかのなんかにならへんかなほんまほんまよ、うん、さあ、4日後ですか。4日後ですね、3月20日のね、うん、町中と神戸市の補助金いただいて、はい、行います無料ライブ、うん、舞妓の、舞妓です、無刀邸で。淡路側じゃないですよこっち側、こっち側ね橋渡ったかんよこっち側で、はい、まあ、防寒対策、まあ、ちょっと雨のね、ちょっと危なそうやったら雨の対策などして、ね、はい、ちょっと奥、客席はねちょっと屋外なので、うんうん、はい、ちょっとそういう対策してぜひお越しください。はい、もう完全に完全観覧無料ですので、はい、で1時からと2時からです、うん、はい、でゲストはねフルーティストの松井裕樹さん、はい、ですよ。邪道と松井裕樹でどんな化学反応が起こるのかね、ぜひお越しください、はい、まあ、いろいろ各種 SNS でも私たち、ね、発信しておりますし、うん、はい、あの3月の1日に発表したミュージックビデオもぜひ、ね、まだの方は、あ、そうですね、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、そして、やってこのね、アシアラジオ、そしてジャドーのニョロニョレイディオへのメッセージ、うん、リクエストはアシアラジオアットマークドット Gmail 入ってこいアットマークドットコムで何も消えへん、何も消えへんアシアラジオアットマーク Gmail ドットコム、はい、はい、こちらまでね、ぜひお寄せください。お待ちしてます。はい、ということで、それではまた来週お会いしましょう。お送りしたのは春代とツッツでした。にゃろにゃろ。